まだ薄暗い四万十川。四万十市の赤鉄橋からおよそ1キロ上流では、午前6時半の解禁に合わせて、およそ100人が落ち鮎漁を開始しました。今年の鮎は例年に比べて数は多いものの、大きさは15センチ前後と小ぶりだということです。訪れた人は網や釣り竿を使って漁を楽しんでいました。あの向こうの深いところにおるけど、大きさは、小さいですね、やっぱりね。四万十川の落ち鮎の漁期は来年1月末までです。